立憲法カオチーライなんだこれ、ミコだね。 VS VS ミコチが始まるかと思ったら、何言ってるかわからないと思われているミコチ。そんな場面電波だよね。なんて？なんて？はぁ？なるほどね。なほね。オタク。オタクがよ。ミコのこと、ボコボコに言いやがって。この空気だよ、これ思い出した。この空気。わかるみんな。ミコちゃん、ミコはミコに会えて嬉しい、嬉しいみたいな感じだと思ったのに、こう舐め散らかしてくる感じ、もうね、終始こんな感じでした。なんで？なほね。で、ねえ、いやでもみんな生の声が聞こえたからね、すごい楽しかったけど。いや、いつものコメント欄で草、いやほんとね、いつもの、いつものコメント欄でさ、いや普通はさ、ねえ、ミコに会ったらさ、ミコが目の前に来てたらさ、挙動るじゃん。なんか限界かみたいな。やばいやばいみたいな。かわいすぎる。ミコちゃんかわいすぎるよみたいな感じになるかなって。もう直接会ったら喋れなくなっちゃうよみたいな感じだと思ってたのに、みんながもう全然遠慮がなかったっていう。通常通りで草。いや、マジで、本当にこれだった。マジで。でも、まあまあ、それもね、ありがたいっちゃありがたかったけど。そう。